モンパの木は、紫かキダチルリソウ属の常緑低木オダカモ別名、浜紫の木。東アフリカからアジア、オセアニアの熱帯から熱帯の海岸に生育する。熱帯から熱帯の海岸、サレキチや砂浜に生える、常緑低木オダカモ樹高は10メートル程度に達する。幹は、肺褐色で縦に、裂け目が多く、材は柔らかい。 形は太いもので3 0トル程度に達する。葉はトーラン型で大きく、枝先に集まり誤生する。大きさは10から2 0トル。多肉で、表裏ともに細かい毛が密生し、ビロードのような手触りがある。花器は基本的に夏ではあるがはっきりせず、塩水形の周酸化頂上または脇生する。花は密生し、5ミリメートルほどの釣り金型で白色。 果実は5ミリメートルほどの球形で、樹頭、または、団子状に固まる。熟すと、緑色から、紀代々色を経て黒っぽく変化する。日本では、南西諸島の奄美群島以南及び、小笠原諸島に普通に自生する。種ヶ島にもかつて自生していたが、野生の株は絶滅している。海岸の砂礫地や砂浜を好み、浜数期、岩長期、草儀期、つびき、 シサザキ島、島によって多様な地方名を持つ。葉は民間薬として、絞り汁を服用して食あたりに用いる。また、1884年、沖縄の糸満において、解人の玉木安太郎氏の考案で、本種の材が柔らかく加工しやすい上、乾燥しても変形しにくい特性を利用して、丸く削った内部をくり抜いて、ガラスを接着し、 アダンの歯で作った紐をつけて、水中メガネの材料とした。また、障害や塩害に強いことから、暴風、防砂林として利用される。ありがとうございます。